ーフードビッグ、蒙古タンメン中本中辛ラーメン、そして春麺亭の純というラーメンを食べたいと思います。このうち蒙古タンメン中本はですね、ちょっと YouTube のコメントでリクエストをいただいたので今日食べていきたいと思います。ちなみに店舗の方なんですけど、一回だけ自分食べたことあるんですね。ちょっと動画にはしてないんですけど、去年、まあ、2023年の10月末に埼玉県に行く用事があって、その時にちょっと店舗で食べさせていただきました。まあちょっと中の撮影がダメだということなので動画にはしてないんですけど、辛くて結構刺激があって、うわービリビリくるなって思いましたね。カップ麺でもあの味再現されているのでしょうか。うーん、気になりますね。では準備しますのでしばしお待ちを。それではシーフードにヌードルビッグから食べていきます。あれ、シーフードヌードルって前に食べたことあるかな。まビッグで食べ応えあるから、そうあったとしてもまた違った味わいがあるでしょう。ではいただきます。てか冒頭からやらかしまくってるな。テキパキ撮影を進めるためとはいえ、もっと考えろよっていうか、だけどすごいなこのカメラマイク、あんなピーって音結構距離あったのに聞こえてきて、拾わんててんやかと感心してる場合が、何も正当化してる。そまけに名前も間違えてるし、で、ラーメン、ラーメン、やっぱり温まるなぁ。だけど中本結構来る。いかないで、シーフードのまろやかさに救われてます今。辛い、このあとすぐ味の詳細を。ごちそうさまでした。まずビッグシーフードヌードルですが、ビッグというだけあって麺の量も具材もたっぷり詰まっていて美味しかったです。口の中で魚介の旨味がふわっと広がってくるので、なんかちゃんぽんに近い味わいでしたね。で、こちらの蒙古タンメン中本の激辛ラーメン、旨辛味噌ラーメンですけど、やはり本家のお店で食べたものほどではないんですけど、結構辛さがビリビリきました。カップ麺でこれはかなりきついですね。辛いのがお好きなのであれば食べてほしいですけど、苦手な場合は避けた方がいいと思います。ただこのカップ麺が耐えられないようでは、多分お店のものはもう行かない方がいいと思います。経験者は語る。で、最後に食べたこちらの種麺亭はなんか見た目油から出てドロッとしてるのかと思ったけど、結構あっさりとした味わいで口の中ですっと麺が入っていく。そしてスープもあっさりしていて美味しい。ただ麺が結構太いので歯応えがある、満足感は得られましたね。で、今回食べた中だと最後の春麺亭が麺の食感とあっさりとしたスープはよく張っていて一番美味しかったので、代表として4点とさせていただきます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。何か食べてほしいカップラーメンなどありましたら、マシュマロか Google フォームからリクエストしてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。